3月28日、月曜日の山陽新聞ニュースです。岡山市中区の夢寺郷土美術館で活動するお庭番頭の黒猫、黒の助に28日、岡山市出身の歴史学者の磯田道文さんが自作した古文書風の辞令書が渡されました。お庭番は八大将軍、徳川吉宗が創設した実際の役職です。辞令書は、 磯田さんが画家、竹久夢二のファンで美術館と交流があることから作ったもので28日に美術館を訪れた磯田さんが黒の助に差し出しました。道に迷っていた視覚障害のある女性を助けたとして岡山市北区、木別の李山小学校の児童4人に青少年の善行を称える県若葉賞が贈られました。 5年生の磯島なぎさんと栗原貞信くん、4年生の藤畑紗なさんと藤田優くんは今月9日の下校中困った様子の盲導犬を連れた女性を見かけました。声をかけると道に迷っていたため手分けをして女性に付き添うとともに学校に戻って教諭に道案内を頼みました。倉敷市の参観酒造は 岡山市のメイキャップアーティスト、源本奈さんと協業で、入浴用の日本酒を商品化しました。商品は、岡山県産米を使って仕込んだ酒に、天然の塩を加えています。香りが損なわれないよう製造法を工夫しており、美肌や、血行促進の効果も期待できるということです。続いて、天気予報です。 3月29日、岡山県南部は、曇り、昼前から晴れでしょう。最低気温は5度、最高気温は16度でしょう。岡山県北部は、晴れ、明け方まで曇りでしょう。最低気温は2度、最高気温は17度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前0%、午後0%、岡山県北部、午前0%。 午後0%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。